ペイトンは、マケドニア王アレクサンドロス3世の家臣で、ディアドコイの一人である。インド付近ペイトンは、アゲノルの子として生まれ、アレクサンドロスの統制に参加した。ペイトンが最初に、歴史の表舞台に出たのはそのうちのインド遠征の時である。紀元前327年、マルロイ人との戦いの時、ペイトンは、アステタイロイと呼ばれた、不評舞台を率いた。彼は、 紀元前325年、王によってインダス川とアケシネス川の合流点から海に至るまでの地域の大主に任じられ、紀元前316年までその地位にあった。大主就任後の紀元前325年に、インダスの水源の地域を治めていたムシカノス王がマケドニアに対して反乱を起こした時にはペートンは、その鎮圧に向かい、ムシカノスを捕らえて、 アレクサンドロスの元まで引き立てた。その後、アレクサンドロスがインダス川を下る際に投げやり騎兵とアグリアネス人部隊を率いた。紀元前323年のアレクサンドロスの死に続くバビロン会議にてペートンは既存の地位を保持し、紀元前321年のトリパラディソスの軍会ではガンダーラの大使になった。紀元前317年、 同盟のメディア大主ペートンが東方の支配者にならんとしてパルティアに侵攻したがペルシス大主ペウケスタス率いる東方大主連合軍に敗れたガンダーラ大主の方のペートンもまたその連合に参加したその後ペートンはディアドコイの有力者アンティゴノスの幕下に入ったようであり紀元前316年にアンティゴノスはセレウコスから奪ったバビロニアの大主に ペイトンを任命した。紀元前314年以降のアンティゴノスとカッサンドロス・プトレマイオスとの戦いでは、アンティゴノスの年若い息子、デメトリオスをネアルコスと共に補佐した。紀元前312年、アンティゴノスの領地であったシリアに、プトレマイオスが侵攻すると、ペイトンは、父よりシリアを任されていたデメトリオスと共に迎撃に、向かったが、ガザの戦いで、 デメトリオス軍は破れ、ペートンは戦死した。ありがとうございます。